どうなんだろう、かなりドライだったけど今は丸くなってるよね。かなりふわっとした会長だったんだね。上がりすぎ、上がりすぎ、なんかぶっ壊れるって。感度と金利は3000倍。やばい、これまた明日が来るタイプのまた明日の一言こなそう。はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはブルーアーカイブジアニメーション第9話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたブルアカですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第9話ということで終盤に入りつつあるわけなんですけど、まあちょっと解決の糸口が見えないよねっていうところではありますよね。問題のなんか原因というか、もう本当に中枢黒幕みたいなものは見えてはいるし、星野がそれと繋がっているっていうのは間違いないと思うんだけど、やっぱり星野が一人で解決しようとしている分、ちょっとやっぱりアビドスのこの対策委員会の面々がなかなかやっぱりこの中心に近づけないっていう状況になってしまっているので、ちょっとどうなっていくのかですね。ちょっとカイザーグループと結局アビドスは近づけるようで、だから星野先輩がどうするかなんだよ。おじさん、おじさん、みんな巻き込んでやっていこう。なんとか守っていこう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。レッツゴー。お？あら、おじさん。先輩？あら。ああ。あら、厳しいね。ドライだな。この人。破っちゃうの？ちょ、もっと見せて。ちょっと、もっと、先輩の方も見たい。ああ、でも、だいぶ歪んだな。いや、てか、あっちが素だとしたら、この、昔の星野が、素だとしたら、だいぶ歪んだよね。こうなってしまったのは。僕は隠すように笑うんじゃなくて、心から安心したおじさんの笑顔が見たいよ。笑うこともできない。そうか、でこの頃のおじさんがすごい有名なわけね、星野が。居場所を守るために、どうなんだろう、かなりドライだったけど今は丸くなってるよね。でもこれって多分あれだよね、なんて言ったらいいんだろう、優しい先輩を演じてるんだよねきっと。お、なんだ、あら。そうね、でも、そう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 、カイザーコーポレーション、
ああ、カイザー。取られてる。うん。あ、全部？そんな全部行かれてる？生徒会。え？あの先輩が？譲っちゃったの？まあなんかその借金もあれなんだろうな。一つの。お？ちょ、事情を知りたい。副会長、二人？ぽかったよね。他の子はいない？ああ。ってことは、だからもう。ああ。あ、そうだったんだ。あ、でもこの思い出の語り草は、うん、そこだよね。って感じ。あー、感知してないんだ。てか、あー、なるほど。あー、そういう感じ。そうだよね。そうするしかなかったような状況に追い込まれたわけだ。そうか、だから先代の会長が感知する間もなくってところか。そこ。ああ、選択してしまった。そうね。そうか。
そうっぽいね。これを見る限りだと。そこまで重要なの？ねえ。この土地を。結局他の学校ともバチるわけでしょ？うん。ああ、そこか。なんかあるんだ。そうね、確かに。なんか、そうね。重要なものが埋まってる？よかったよかった。でも星野もなんとなく協力は、何？前向きだ、前向き。はぐらかしはしたりするものの。久しぶり。ないだろうね。あら。ああ、あの破った。お祭りか。へえ。そうなんだ。なんかあんまり人の往来が少なそうだったけど、栄えてたんだね。で、それを守ってたんだ。二人で。先輩と。うん。ああ、そうか。この状態なのにお祭りをみたいなことを言ってさ。そうか。かなりふわっとした会長だったんだね。ただ、それが余裕を生んでたっていう可能性もあるわけだしな。お？施設。調査施設かなんかやってんの？もしかしたらドラゴンが埋まってるかもしれない。ええー？うわ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 。基地じゃん。カイザー PMC？ はあ。ガチか。あ、見つかっちゃったかも。あ、やば。こんなでも、こんだけコスト払って、これ何してんの？マジで。タチ悪いよね。突破する？いや、引くしかないよね。お？車？え、悠々と。お！出動までが早いな。お？あ、あの人じゃない。ゲマトリア？副会長。理事？あの？隕石みたいな人より上？ああ。あ、元締めだ。よし。やっちゃうしかねえ。
え、まだじゃない？ギリギリセーフじゃない？あ、そうか、でも私有地なのか。そうかそうか、権利が。宝物。ねえ。ああ、そういうこと？まあそこはね。そうかそうか、確かに。こんだけあればね。お？え？なに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 ？え？上がりすぎ、上がりすぎ、なんかぶっ壊れるって。あの、金利壊れる。3000%は。あの、おかしくなっちゃう。ちょ、待って、感度と金利は3000倍。おい、マジかよ。どこぞのゲームみたいな単位出してきやがった。うわ。これでも武力制圧が現実的じゃなさすぎるな。どうしたらいいんだろう。ないよな、マジで。どうせ先に見つけるしかない宝を。それしかないな。これもう、無理だ。お？いや。うわ！やだ、でもここで撃ったら、まずいな。ああ、抑える。いや、ちょっとでも 3000% やめてほしいんだけど。あの、金利 3000% はちょっと、あたおか金融すぎるってちょっと。マジかよ。調査されてる？っていうか、え？厳しくない？もう、返せないよね、もう。積んじゃう。それもそうだな、でも、まっとうなやり方じゃ厳しいよな、もう。手が選べない。おじさん。うわぁ、こういう風に言ってたんだろうな。もう宝を見つけて交渉するぐらいしかないな。
やばい、これまた明日が来るタイプのまた明日の一言？こなそう。怖いんだけど。そうして星野先輩は、アビド砂祭り。うわぁ、うつろな目で。先輩いなくなっちゃった。ああ。退学と。ここで離れる理由がね。ああ、そうなんだ。まあね。本館。あ、そうなんだね。おじさん。私はない。気になる。ああ、その言葉。でも多分もうあの先輩がいない時点で、あの先輩がいない時点でそれを期待できるような精神性ではないんだろうな。あれ、夢先輩っていなくなっちゃったみたいな表現だよね。死んじゃったんだっけ？この世界の死生観みたいなものをはっきりと認識していないからこそ、いなくなった、いないイコール死なのかどうなのかみたいなところはあるんだけど、行方不明的な感じなのかな？どうだったんだっけ？そこら辺ははっきりと区分けできてないわ。今はいないんだぐらいにしか認識できてないけど。あー、でもいなくなって一人になって、奇跡も起きればいいのにねっていう、ああいうところとかも含めて、希望的なやっぱりバイブスは全部多分過去の会長からもらってるんだよね。夢先輩？だっけ？なんかでももうなんか自分の力じゃ走れないような状況になってる感じはあるなぁ、星野先輩。そういうバイブスをもらわないと前を見れないというか。だいぶ折れてたもんね。っていうかだいぶ中身と違うもんな。怒ったら怖いタイプっていうよりかは。あ、だからある種、同じ月曜のアニメに立てるとやっぱり忍さんにかなり近い感じではあるんだろうな。ああ。うわあ、ま、なるほど。は
い。というわけで見終わったわけなんですけど、いやー、これは、どうしたらいいんだろうね。もう完全にだってあの、カイザーコーポレーションというか、カイザー、何カイザーグループカイザー、あの、ファンドが、あの、完全に頭タイマニンであの、金利 3000% みたいなことをやってきてるので、ちょっとこれどうしたらいいのかっていうか、もうここまで来たらもう完全にだって、まともにやり合えない相手ではあるよね。うん、まともにやっていきましょうと言っている場合ではないし、なんかこれを見ている限りだと、星野もなんとなくそれは分かっていそうなんだよね。私だったらこうするっていうのは、なんとなくありそう。だから星野に共感はしてそうだよね。星野というか白子か。白子にはかなり共感はしてそう。これやるしかなくねって思ってそうだけど、多分そういう過激なやり方をしてしまったせいで、夢先輩がいなくなった。うん。まあ、ちょっと、どういう風にいなくなったのかがちょっとはっきりと覚えてないんだけど。でも、死んではないよね。どうなんだろう。でもなんか死なないとあそこまで落ちない気はするんですけど、みたいなところであるけど、この作品でも死者が出るような作品なのかなっていうところもあって、なかなか難しいところではあるわけなんですけど、うん。多分なんか、あのやっぱりね、あのやりとり、あの、社長というか理事長とのやりとりを見る限りだと、やっぱり星野の中の星野の魂みたいなものは生きているわけだよね。もう完全にぶっ壊れちゃって、なんか会長と同じような意識でロールプレイをしているみたいな印象も若干覚えたけど、間違いなく星野の意識っていうものはしっかりあって、ただ、やっぱりそれをしていると良くなかった。良くない結果をこう巻き込んでしまったから、封じているわけだよね。なんか、すごい絶妙だよね。なんか、奇跡起きてほしいね。奇跡起きればいいね。っていう風に思ってても、多分、それは、会長だったらそういう風に言うだろうし、会長はそう願っているだろうけど、多分かなり昔の星野ってドライだったろうから、そんなこと起きないってもうかなりすれてると思うんだよね。だから、なんか、おじさんを見ていると、こう、なんかキュッと心が締められるのは、やっぱり、前の会長と、やっぱり人間性が多分、真逆に近いと思うんだよね。現実見てください。しっかりしましょう。どうしたらいいか考えましょうっていうことをやってるけど、やっぱり先輩は明るくて前向きで、まあそれがすごいいい面でもあるけど、ただそれが事態を良くするとは限らないわけじゃないですか。うん。なんか、それがあるからこそっていうところで、かなりこうありたいだったりだとか、会長のように振る舞わなきゃ私、そうしないと会長がいなくなっちゃう私の中からみたいなところで、思ってて会長っぽく振る舞ってはいるけど、それが正しい行いだとは全くもって思ってなさそうなのがすごい切ない。うん。完全にやっぱり乖離しているっていうところ、心から壊れちゃってるならまだ楽なんだよ。うん。だから言っちゃうとさ、よくある、狂えた方がまだ楽だよね、みたいな。狂ってしまって入れた方がまだ楽なのに狂えない苦しみみたいなものを星野はちょっと抱えていそうだよね。こうしたい、こうすればいいかもしれないみたいなものはなんとなく思いついているし、うん。でもそのためには、やっぱり会長のこの面影みたいなものを捨てなきゃいけない。ある種会長の守りたかったアビドスというものを、やっぱりこう、捨てるじゃないけど、やっぱり彼女たちのことを考えたらこう行動できないよねっていうさ、なんて言ったらいいんだろう、べき論というかなんというかっていう、すごい絶妙なところ。やっぱり後輩たちのことを考えたら、あそこで多分とどまったのも、あ、ここでやり合ってしまったら、ちょっと、後輩がやばいし、立場もやばくなる。なんなら多分、もう一人ぼっちだったら死んでもいいみたいな。もう、すべて、もうどうなってもいいって思って、多分突っ込んでいた可能性はあるんだよね。だから絶妙なところではある。なんか、どうなんだろうね。でもなんか、ちっちゃい頃の星野も、すごいなんか、らしくてっていうか、いやーなんか、ちょっとギャップがあってすごい素敵だなって思ったからこそ、これが変わってしまった現状というのがとても切ないなっていうところである。なんか今のふわふわした星野先輩もすごい可愛いけど、なんか昔のこのキリリとしてた星野先輩でもいてほしかったなっていう風な雰囲気もあるよね。すごい絶妙なところだな。でもなんか、これはおじさん、どうするか、本当にでも。だからこそ、そういうしがらみを消すために、退学して、ちょっと守るために裏で一人で戦っていこうって決めたっていう感じなんじゃないかなと思うんだよね。なんか全てポジティブにこう転換をしようとはしているけど、それは多分頭の中の夢先輩だったり、心の中の会長夢先輩がそういう風に言っているだけであって、星野自身はこれが解決になるかなっていうのは常に疑問を持ってそうだよね。常になんか本心の中の夢先輩とこう戦っているじゃないけど、
ああ、そこが足かせになってしまっていそうなところが、ちょっとなんか、なんかすごい絶妙な心境を表しますね。多分自分のやり方で一回ミスって、ね、先輩を失ってしまっていたからこそ、こっちが正しいはずと分かっていてもそっちに舵を切れないし、ただ、そうなると、ね、夢先輩みたいに明るくこう、ポジティブに奇跡を信じようみたいなことを思うしかないけど、それが意味ないことも分かっているわけで、星野の中で正解にたどり着けない現実というものをただただこう見せつけられるっていうところであるけど、でももうやるとしたらあれしかないよね。宝物見つけて交渉するしかないよね。ぶっちゃけ。そもそも解決するのかな？すごい絶望的な雰囲気はありますけどね。はい。というわけで、どうなってしまうのか全くもって読めないですけれども、次回も楽しんでやっていきましょう。はい。というわけで、とりあえず今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、ブルーアーカイブ G アニメーション第8話でした。バイバイ。